今日はここからね、ここに行きましょう。Fancy! Look at the little boa, so feathery, and the cool sunglasses. はい、どうですか、この、この適当な感じのもごもご英語ね。Fancy! Look at the little boa, so feathery, and the cool sunglasses. うん。ビジュアルがあるから、ビジュアルで分かる情報もありますよね。ただビジュアルはあっても何言ってるのかなみたいなのあるよね。Fancy! このへんへんがいいね。へんへんっていうこと。この子ほんまうまいよね。これリアルギャビーよね。Fancy! へんへんって。ちゃんと演技してる。いいよね。本当にやってるみたいだから。楽しんでやってる感じが。素晴らしい、子供女優、子供俳優だと思うんですけど。Fancy! Look at the little boa, so feathery, and the cool sunglasses. うん、どうですか?じゃあ穴埋めでいきましょう。はい。Fill in the blank ね。もうほとんどびっくりマークとアンドしか出してないですけど、ちょっと埋めていきましょう。Fancy! Look at the little boa, so feathery, and the cool sunglasses. うん。まあ、サングラスはサングラスだから分かるよねって感じで分かった人多いと思うんですが、あとはどうですか。 Fancy、うん、まず最初ね、うん、Fancy Look at the little Look at the little boa So feathery Look at the little boa So feathery And the cool sunglasses 全部確認しましょう。 Fancy Look at the little boaうん、ここは結構音的には聞き取るのは難しいと思うんですね。Look at the little. Look at the little boa って言ったんですね。Look at the little. Look at the little boa って、ね。Look at the little. Look at the little boa. うん、うん、B の音がしっかり出てないから分かりにくいですね、これね。Boa. Boa にしか聞こえないこれ。Boa. うん。Look at the little boa.うん、じゃあボアって言ってるつもり、ボアっていうのはあのボアですよね、このことね、ボアで、次ね、まあ、ルカとザは、見てねってことですね。このちっちゃいボアを見てねってことですね。でファンシーは素敵とかそういうことになると思うんですけどね。なんて訳してる、ファンシーって。うん、素敵って訳してね。ファンシーって日本語にもなってるか。ファンシーって言うよね。ファンシー、ファンシーでフェンね、このフェンシーね、ファンシー、Fancy! Look at the little boa. Look at the little boa. Boa, so feathery. で、次、feathery ね。Feathery。これは feather っていうこの毛皮ってことね。の、これは形容詞なのかな ?feathery っていうのは。あの、フェザー級のフェザーね。あの格闘技の。フェザーはあの羽ってこと。だから、羽っぽいふわふわってことね。羽っぽいふわふわのボアでっていう、ボアだって。ってこと分かるでしょ、これ見て。この感じ。これをフェダリーね。フェダリーのリロボアです。フェダリー and the cool sunglasses. Sunglasses. Sunglasses ね。グラスは、一音節ですからね。母音1個ですからね。グラスじゃなくて、グラスですからね。で、複数形になって、初めて2つの母音になって、グラスズ。グラスズね。グラシーズじゃなくて、グラスズ。グラスズ。Glasses, sunglasses, sunglass ね。Sunglasses. はい。これで練習しましょうね。So feathery and the cool sunglasses. うん。And the cool sunglasses. はい。じゃあ真似しましょうね。Fancy. このうふんっていうのもね。うふんっていうのを真似して言ってください。Fancy. これで、へーです。Fancy. Look at the little boa. So feathery and the cool sunglasses.うん、でこれそもそもこれなんやねんっていう疑問はやめましょうね、はい、で気になる人はネットフリックスで見てください。これなんやねんみたいなやつはね、こう出てくるんですよね。ミャオミャオボックスから出てくるんですよ。あ、じゃあまあ練習しましょう。はい。 Fancy Look at the little boa So feathery and the cool sunglasses. はい、いいですか、コメント欄書いてくださいね。ダーン、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。あ、薄いグラスありがとうございます。新しく入られた方ですね。あ、じゃあフラッフィーとも言いますよ。で特にこういう場で言いたいのは、
答えは1個じゃないってことを言いたいんですよ。いろんな言い方があるっていうね。日本語でもそうじゃないですか。例えば訓読みと音読みでも2通りあるでしょ、言い方がね。暑いっていう言い方と高音っていう言い方があるでしょ。そういう感じですか。いっぱいあるでしょ。そういう、もう他のジャンルでもいっぱいあるじゃないですか。だからいっぱいありますので、その出てきたことが一つの例であって、絶対そのじゃない、それじゃないとダメだとかにはならないでくださいね。その一つの例だという感じで、その日本語と一緒でいっぱいたくさん表現を覚えていっていただけたらいいかなと思います。だからふわふわでもフラッフィーっていう言い方とかフェダリーっていう言い方とか他もいっぱいあると思うんですね。そういうのも結構前回もそうでしたけど、子供って結構ピョンピョンとかパタパタとかウィグリーとかやったでしょ、パウンスとかね。そういうのって結構キッズだから学べるっていうのもあるんで、そういうのも日本人の真面目な人ほど知らないんですよね。うん、この間やって初めて知ったみたいなウィグリーとかね、そういう人が多かったんで、ぜひ本当いいと思うんですよ、教材として。単にボキャブラリーがつくんでね、それすごくいいと思います。じゃあ、進んでいきましょう。次、はい、聞いてください。Should we open it? Of course we should. うん、これもまたいい感じ言ってるね、これ。Should we open it? Of course we should. これ笑ってこの感じね。Should we open? で、二つ言ってるのかな。Should we open it? うん。Of course we should. うん、はい。Should we open it? Of course we should. うん。Should we open it? Of course we should. あ、でも答え分かって言える人は言ってくださいね。できたらできたで真似してみましょう。このギャビーに近づけた言い方をできるかどうかで言いましょうね。聞き取れたから OK じゃないですよ。ギャビーのように言えるかどうかですからね、できる人はね。だからそういう高い意識を持ってやってくださいね、分かる人は。で、分からない人は必死になんて言ってるんだろうなって感じで、で、分からないなりに真似て言ってみることもやってみてくださいね。Should we open it? Of course we should. はい。で、聞き取れた単語、全部は聞き取れないけど、これは聞き取れたみたいなのあると思うんで、そういうもそれで聞き取ったところは何かっていうのをちゃんとこう出しとく方がいいですよね。言ってることすごく真面目でしょ、私。すごく謙虚な学習者でしょ。その辺はですね、私日本トップクラスだと思ってます。こういう教材で謙虚に学ぶっていうことに関しては誰にも負ける気がしないですよね。この姿勢ね、全然ふざけてないでしょ。すごいリスペクトしてるし、でちゃんとネットフリックス入ってるし、でギャビーのドルハウスにもリスペクトしてますからね。でストーリーがちゃんとわからないようにやりますしね。興味がある人はネットフリックスに入ってサブスクで見てほしいと思ってやってるから PR 活動やと思ってるんでね、ギャビーとネットフリックスの。じゃあ答えいきますよ、これも穴埋めていこうかな。まあこれもほとんど全部埋めてるけどね、 EA とハテナだけ出してる。 Should we open it? Of course we should. Yeah. うん、最後 Yeah ってこの Yeah って言ってるんですね。 Should we open it? Of course we should. うん、Should we open it? Of course we should. はい。じゃあ、答えね。じゃあいくよ。Should we open it? Of course we should. Yeah. うん。Should we open it? ね。で、Of course we should. これ分かるでしょ、もう。中学英語でしょ。開けるべき、もちろんそうするべきよね。っていうのが直訳かな。あ、でも日本語訳もそうなってますね。うん、開けるべき、もちろんそうよねってなってますね、日本語訳は。で、もうこの辺の文法の説明いいでしょ、わかるでしょ、読み書きの得意な人はね。で、私読み書きが得意じゃないから逆に墓穴掘るんで、この説明するとね、特にあれが出てこないんでね、文法用が出てこないから、だからそういう説明は感覚的にしか説明しません。開けるべき、うん、で We、 ここにね We 使ってるのがいいよね。こういうことの方がなんか言いたいな。なんで We なのかっていうところね。ネイティブはね、なんか We 使いたがるのよね。主題とかってならず、こういう、なんかみんなで場を共有してるときは We を使いたがる。これ、ええポイントやな。ええこと言ってるよ。これ、ええこと言ってる。うん。これ、We。で、これもね、ネイティブ英語マインドなんですよ。あるいは、国際コミュニケーションマインドです。これ、すごいな、ええこと言うな。で、こういうこともね、今後のね、
新しいクラスでも教えていきたいと思ってる。その英語力だけじゃなくて国際コミュニケーション力っていうのが絶対必要だから、英語やっていく上で。ただ単に英語の文法を知って英語の発音ができたら OK じゃなくて、国際人としてグローバルな人間としての感覚があるかどうかってすごく大事だから、だから そういうところの一つの例やね、この Wii を使いたがるっていうの。まあ、別にそこを今熱く語らなくてもいいんですけどね。で、ここに Should we open it って発音を出しますね。子音が青で、母音が赤です。で、簡略化してるから分かりやすいと思うんですね。で、毎回言ってるけど、つながりますよね。全部つながりますから、つなげますね。これでちょっと言ってるのを、ちょっとか、なんていうの、噛み締めながらね、ちょっと言ってみてください。聞いて言ってみてください。Should we open it? Should we open it?Should we open it? Should we open it? うん。で、ちょっと今回、あれがスローがないので、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、まずここをね、should、sh の sh って言うとね、で、should do ってここに、do ってならないからね、do ってなりませんからね、should do、should do we ってならないからね、ほとんど should we みたいな、なんて言うでしょう、should we。で、かすかな子音の d がなんとなく入って、should we、should we。Should we? みたいな感じになってる。Should we? うん。しっかり言ったら Should we? なんだけど、Should we? って感じね。Should we? 軽く D を言うか言わないか。だから、ちょっと空間分けで Should we? みたいになってる場合もあると思う。Should we open? うん。Should we open? Should we open? うん。でも、ギャビーはなんとなく軽い D を言ってるかなという気はしますね。Should we? Should we? って感じ。Should we open it? うん。で、of course. Should we open it? ね。で、オープンはですね、この日本語のオープンに慣れすぎて、オーって伸ばしてプンって言うでしょ。これ間違いだから、オウです。このオウって言ってね、オープンですね。オープン、オープン。で、U は控えめ。オープン、オープン。オーって、こう、オーと横棒でオー伸ばすプンじゃなくてね、オープンじゃなくて、オープン、オープンです。このオウっていう感じが大事。オープン。で、そのまま it がくっつくから knit みたいになります。open it ってなりますね。はい、should we open it ってなります。ちょっと聞きましょう。should we open it? うん。で、疑問形だから語尾が上がる。should we open it? って感じね。should we open it? うん。should we open it? should we open it? うん。open it? should we open it? should we open it? should we open it? うん。should we open it? should we open it? で、早く言ってるから、なんか音がつながってないように錯覚するんですけど、ゆっくり言ってもつながってるからね、これ。Should we open it? ってね。Should we open it? Should we open it? ゆっくり言ってもつながってくださいね。特に、We open it? ね。We open it? We open it? って。うん、つなげてるから。ゆっくりで、まあ、つなげてね、確認しましょうね、一個ずつね。Should we open it? Should we open it? じゃなくて、Should we open it? だから、つながるから、にってみたいになるわけですね。だから、連結箇所が、そのポイントだけがにってなるんじゃなくて、全体全部つながるから、その結果、ね、にのとこはにってなってる。全部つながってるわね。Should we open it? ってね。言ってくださいね。Should we open it? うん。Should we open it? はい。Should we open it? で、次。Of course we should.、うん、of course we should. これも、of course we should. ってね。Of course we should. 全部つながってるでしょ。Of course we should. これはもう、発音出しませんけど、言ってくださいね。Of course we should. Of course. Of, このあとおの間のあね。Of course. Of course we should.、うん、of course. Of course we should. Of course we should. Of course we should.Of course we should. うん、で、この笑顔で、そうだよね、もちろんだよねっていう感じで言ってくださいね。Of course we should. もちろんだよね。もちろん、やるべきだよねっていう感じで言いましょうね。Of course we should. って。それめっちゃ大事ですからね。ただ単に文字を言ってるだけじゃなくて、その感じね。もちろんだよねっていうので言いましょうね。Should we open it? これもね、開けるべき?Should we open it? 開けるべき?で、もちろんだよね。Of course we should. って感じで。この、ほんとこの表情を真似して言いましょうね。Should we open it? Of course we should. うん。ほんとうまいね、この人ね。ほんとに開けるべきよねっていう顔してるもんね。Should we open it?
Of course we should. はい。じゃあ、字幕なしで聞いてみようか。多分くっきり入ってくると思うんだよ。思うんだよ。うん。Should we open it? Of course we should. ね。Should we open it? Of course we should. うん。はい。で、次行きましょうか。